サメ怖いよね。たまにサメが人を襲ったなんてことを聞くことがあるよね。サメは普段魚やアザラシ、イルカなんかを食べているんだ。でも人をアザラシと間違えて襲うケースが多いんだって。特にサーフィンをしてる様子って海の下の方から見るとアザラシに見えるみたい。ダイビングのスーツなんかもね。ホウジロサメやシロワニっていうサメは凶暴だけど、ジンベエサメみたいにおとなしいサメもいるよ。ジンベエサメは大きいけど、小魚やプランクトンを食べているんだ。今日も見てくれてありがとう。またねー。